ラストマッチの2試合目見ていきましょう。ブルーサイドがデトネーションゲーミングで始まります、このダブルバン。さあまずはグレーブバンから。ブルーサイドのこの定石になりつつありますね、このグレーブビッあのバン、うん、そうですね、ブラックフェザーもしくはグレーブなんかがよくねバンされるような形になってくるのではないでしょうかね。さあそれに対してワッツアップロは当然イドリスはバンしないといけないとバンしてきました。ランスかグレースなのか注目ですね。ですね、初手グレースもまあデトネーションゲーミングやりそうですけれども、まあ、ランスの方がフレックスピックとしてね役割を果たしているので非常にいいピックにはなるんですけれども、さあじっくりと時間を使っていくケストレルもしくはといったところですが、さあ初手グレースから選んできましたね。グレースの評価かなり高めですね、デトネーションゲーミングは。まあ、やはり前に出る構成であっても、プロテクトキャリーであってもこのグレースはすごく噛み合いのいいキャラクターなので、まあ、特にブルーサイドのファーストピックには向いていると僕は思いますね。もちろんランスなどの強力なキャラクターを取っておきたいという気持ちもあるんですけれども、グレースを取る価値も大いにあるかなと。なるほど。さあ対してワッツアップブロはここはランスを選んできました。まあ、開いたらちょっと取らないとダメですかね、さっきの見ると。ちょっと開けておくのは怖いですよね。ちょっと怖いですよね。2つ並べさせると同じことやられるので、ここはしっかりと取り上げた形を作ってきて、さあここのセカンドバンを迎えるわけですが、まあ、キャリーもしくはジャングラーに対して攻めていかないといけません。まだグレースしか見えていないのでなかなかねバンの手段も難しいんですが、やはり自分たちがやりたい構成に対して厄介なヒーローをバンしておく必要があるそうですね。まあ、それが一番いいと思いますね。なので自分たちがある程度ヒーロー受けを見るか、おっと自らブラックフェザーをバンするような形ですね。取る気はないということですね。となるとまあメレーヒーローを封じ込めるような形ですよね。アーダンを取ってプロテクトキャリーを狙ってるかもしれないですね、このブラックフェザーバンは。ああなるほど、確かにそのパターンも考えられますが、それに対してデトネーションゲーミングのセカンドバンは果たして何を選んでくるか、ボーナスタイムをじっくり使っていく。クロスはおそらくプロテクトキャリー構成を狙っているように見えるので、デトネーションも何かしら潰すバンをした方がいいんじゃないかと思いますが、そうですね、ここおっとリンゴですね。リンゴ、まあ、レッドサイドのラストピックリンゴ嫌ですよね。確かに、まあ、そのキャリーでリンゴを用いられるとダブルレンジ以外にもね、非常に強い、ハードキャリーとしての存在になりますから、まあ、ランスをジャングルに置いてリンゴも十分嫌ですよね。ランスが中盤火力で中心となって戦って終盤リンゴが火力を出せますし、しかもリンゴのウルトに合わせて一つを打って大きなバーストで一人をアサシンするような動きというのもできるので、まあ、リンゴ封じて、さあワッツアップブロはセレスをここで見せますか。先にセレスを取りますか。さあこれはどんな意図があると思いますか。ダブルレンジにもできるというのはいいところなのと、プロテクトキャリーをやるならスカーフじゃなくてセレスが欲しいというところで、ここで例えばアーダンなどを取っておくとデトネーションがセレスとウェポンジャングラーなんていうのを置く可能性もあるので、まあ、確かにグレースを見るとプロテクトキャリーも警戒しないといけませんからね。まあ、やるならセレスがいいっていうところで先に取り上げましたよね。そのセレスのカウンターというところを警戒するよりかもセレスを確実に取ってこのセレスで勝つという意思を感じるセカンドピックになったので、まあ、これを潰しに構成するかこちらもプロテクトキャリーをやるかというのがデトネーションの選択になると思いますが、さあまずはジャングルはバティスト、それに合わせるキャリーですけども、これはウェポンになりそうですね。ボックスかバロンですかね。ケストレルも空いている状態。そうですね、ケストレルでもいいですね。さあここ何選んでくるか、キャラクター選ぶキャラクターによって相手何を見るかが変わりますが、ケストレル、さあ選ぶケストレルとなると、まあ、ブルーサイド非常に強い構成になりましたが、ワッツアップブロはそのままプロテクトキャリー構成をやりますかね。セレスを取ったならやってもいいですけど、バティストを見るとダブルレンジに変更してもいいと思います。なるほど、確かに、まあ、ウェポンのケストレルですから特別射程がね長いわけでもありません。ジャングルセレスにして何かウェポンキャラクター、それこそ、まあ、ボックスやグエンといったキャラクター空いてますから、まあ、バロンでもいいですね。まあ、でもダブルレンジのバロンはかなり難しいので、やるならボックス、さあ時間が少ないが選んだのはジュールということになりました。これも結構、まあ、EU とか NA ではプロテクトキャリー潰しのような形ではよく用いられて、スカーフやあとはスカイセレス
に対してはよく当てられるキャラクターですけれども、今回はバティストとケストレルってところで、しかもグレースもいるので、まあ、ウェポンジュールになると思いますけど、本当にあのロケットリープで踏んでスタンして一瞬で倒さないと、まあ、ディバインヒール2回分来ますし、バティスト怯えもありますし、なかなかジュールは仕事が難しいかな。やはり、まあ、ランス、セレス、ジュールと、まあ、全てのヒーローが、まあ、CC を持っていますから、そういった CC チェーンを、ね、狙って序中盤から何かしら崩していきたいですよね。まあ、それができないとちょっときついかなと。後半はね、ケストレルとバティ、まあ、後半というか中盤以降ですかね、ケストレルとバティストが大暴れをするのはもう今日何試合も見てると思うあの通りなので、まあ、そこまでである程度圧力をかける、もしくは相手がタレットに中盤を押しかけてきたところをカウンターで捕まえるようなことが必要になってくると思いますね。なるほど。まあ、ワッツアップブロは比較的そのスノーボールだったりとかアーリーゲームね、非常にうまいチームですので、まあ、このね、序中盤の強力なスキルを生かして、まあ、何かしらを捕まえてどん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 とお金差をつけていきたいですよね。まあ、ランス、ジュールの2体でしっかり相手を捕まえることもできますし、ジュール序盤は非常に硬くてダメージも出るので、まあ、そしてセレスもそうですよね。まあ、レベル1レベル2はそうでもないですけど、もうレベル3、4あたりからであれば、しっかりとヘリオジェネシスの爆発ダメージなどで大きなダメージを期待できるので、まあ、しっかりと山野辺さんのおっしゃる通り CC を重ねて相手を止めて止めて止めて火力で落とすということが必要になると思いますね。終盤の火力もやはりジュールは非常に高いですから、ケストレルに対しても負けず劣らずと、ミストに隠れたところをしっかりと、まあ、予測してサンダーストライクが打てればなおよしというわけですね。まあ、できればフレアで見ておきたいですよね。それができればステルスで隠れた瞬間だっても殴ることができるので、いい形が作れるんじゃないかなと思いますね。さあ、かなり、まあ、強力なブルーサイドの協力構成でありますケストレル、バティストに対してぶつけてきたのはジュールというヒーローになりました。果たして、まあ、この、ね、ジュールを含めたトリプル CC 構成でしっかりデトネーションゲーミングを封じ込められるでしょうか。お待たせいたしました、マッチ4の2試合目、デトネーションゲーミング VS ワッツアップブロー、では参りましょう。試合スタートです。さあ始まりました。ブルーサイドがデトネーションゲーミングとなっております。さあアンケートの結果は 82% と依然変わらずデトネーションゲーミングが大きく支持されています。さあジャングルジュールにしてきましたね。プロテクトキャリー構成と、なるほど、いう形にしてきたので、ジャングルのウェポンジュールというのはあまり聞きませんけれども、どうなんでしょうかね。珍しいですよね。僕もなかなか見たことは多くないので、どういった形になるかなと思いますが、確かにジュールの火力も高いし、セレスの火力もキャリーの方がもちろん高いですよね。というところはいい点だと思います。なるほど。守りのロケットリープなんかをね、使っていくシーンなんかが見られそうですね。まあ、かなり難しいと思いますが、狙ってできるのであれば、スタンさせられるのであれば非常にいい動きになるかなとは思いますね。なるほど。さあ最初のエルダートレントを獲得したのはワッツアップブロ側となります。そしてしっかり2人で裏を借り、戻ってきてのファームスタートです。しっかりとしたローテーションで、しっかりとね、ケンケンチとお金を分け与えるような形ですね。で、レベル2を2人が先行して、まあ、相手もほぼ同じですけど。まず1つ目は避けた。さあ、ロケットリープ、ここはもらってしまうが、コア崩壊は合わせられず。さあ、しかし、ビビクイズが落とされてしまった。ファーストブラッドを獲得したのは、ワッツアップブロー。ビビロイヤルを狙ったコア崩壊が、ビビクイズに当たりましたね。そしてしっかりダメージを重ねてファーストブラッド、これは大きな大きなファーストブラッドですね。さあ予想していたトリプル CC チェーンをうまく生かしてファーストブラッドは取りましたね。セレスにしかもそのお金が入ったので、これはかなり大きいんじゃないかと思いますが、さあこのエルダー争い、あっと、さあ足止めをもらっているが、ジュール VS バーティストは、まあ、なかなか見ないマッチアップですが、なんとか回避してるが、ソウルプリズン、これミニオンに使ってしまった。これはミスになってしまったが、さあここから回復するぞ。マスク Q はなんとか、さあ逃げたい、ただ回復する前にやられそうですね。これさあ王鵬でなんとか倒しましたが、タツキはこれはどうしようもないでしょう。さあ最後にバット文字だけ打ちましたが、さあここで1キ1交換という結果になりましたが、取ったのはこれはセレスですかね。さすがにセレスに持たれるとちょっと倒せないですね。お前ですね、しっかりと避けてこれ大丈夫そうですね。まあそうですね、落とせればよかったんですけど、セレスに持たれると、惜しかったですね。あそこのトレントを取れていればキルにもつながったかもしれない場面でした。さあワッツアップブロー側が若干押しているような状態ですけれども、さあデトネーションゲーミングはこの後の中盤の動きですよね。
そうですね、まあ、序盤やっぱりジュールウェポン硬くてダメージも出るし、セレスもしっかりとダメージは、合わせることができれば大きなダメージが期待できるので、お狙っていく狙っていましたが、さあここはしっかり回避。ソウルトレンドマスク級、エルダートレントも合流している。ここは素晴らしいグループアップといったところでしょうか。まあ、エルダーもうまく使ってそのダメージをマスク級に与えることができた。3対2のような形。そしてガーディアンジエルが上に上がったところをしっかりビビロイヤルがとがめている。これによって2キロ獲得。さあ3つ目のエルダーまでいい組み立てだっただけにもったいない展開ですね。さあなんとかここはタッチを止めている。つけたか。さあこの 1on1 ですが、やはり回復力メレーキーノに対しては非常に強い。さあソウルプリズはなんとか回避したが、ただ勝ってるのはマスク級だぞ。マスク級常に前面を向いてることによってなんとかね持ち前の硬さを生かすことに成功。そしてビビクイズもこれは落とせそうか。あと上ではソロキルしてるぞ。上ではソロキル。さあしっかりビビロイヤルを倒しましたね。結果的にはこれを 3-1 になりそうですね。そうですね、かなり激しい試合展開になりましたね。時間をしかも活性化してますか。うまくずらしてますガーディアンジエル。これでいいですね。いやソロキルによってだいぶタレットが削れましたね。このソロキルは大きいですね。いやエリアスミュートこれはやりましたね。セースにお金が入るという良さもありますし、これだけタレットが削れたのであればもう少し育ったセレスが何発か殴るだけで折れそうですね。これは強引にタレットダイブしても折れてしまうかもしれないような状況ですね。そうですね、セレスの火力であればすぐ折れそうなくらいまで削ることに成功しているので、このソロキルは大きいですね。いやーだいぶ流れが変わりました。4分台。さあここで先にプッシュしたのはデトネーションゲーミング。ただやり返してますが、そうですね、タレットダメージ少し返したような形。ちょっと当たってしまったが、さあなんとか回避だが、ここで姿見えてしまった。これは逃げられないか。なんとかホーリーノバの中に入ったが、サンダーストライクが届き、ここは1キロ獲得。これは折れたでしょうね。いや折れますね。タツキ裏から来ましたが、これだとオビエはタレットに向かせてしまう。さあここはオビエだけ打って下がるような形になりました。ファーストタレットを先に折ったのはワッツアップブロということになります。いや非常に大きいジャングル内でのファイトの勝利と、そしてソロキルによって先行してタレットを折ることに成功しましたね。これは中盤を押されてしまう可能性のあったケストレルとバティスの構成に対しては非常にいい動きになりました。そうですね、かなりでかい動き。セレスを抱えて先行してタレットを折ったというのはでかいですよね。相当いい動きになりますよね。しかもそのセレスが2キル、マスク級のジュールも2キル、ガーディアンジエルのランスも2キル、みんなが2キルずつを持ち、しっかりとお金も稼げていると。そうですね、どこも不足している部分はありません。そしてマスク級はヘビ仮面というビルドパスを選んできましたね。そうですね、またしても先ほどのアルファと同じような形で固めのジャングラーを目指しているでしょうね。さあここはうまくセパレートさせたような形だが、いいダメージだ。ジュール、いやとんでもないダメージが入っている。なんとかホーリーノバを使って時間を稼ぐ。ブックレットボタンはブーツで回避。さあエリアスメイト VS ビビロイヤルも、さあソーラストーム狙いはビビロイヤルだが丁寧に回避している。一つはギリギリ当たっていない。さあクリスタルセントリマイの攻防だが、さあここで再生の泉対してワッツアップブロはまだ残しています。さあここロケットリーダーが OBA しっかり待っていました。これは素晴らしい CC チェインのような形。ダメージが合わさって1キロ獲得。3人に入りましたね。 OBS リーマンでしたね。かなりね濃密な駆け引きが行われていましたけれども、それを制したのはデトネーションゲーミングでしたね。攻められた側でちょっとまずいかなと思いましたけれども、しっかりとセントリーまで引き切って4対3を作りましたね。それが非常にいい動きになったと思います。非常に粘っていたので、そのねセントリーのダメージもバカにならない状態になっていました。さあ金鉱山はやらないことにしましたが、現在7分。さあただエイリアスミュート2手目完成しましたね。そうですね、ここでイーブオブハーベストも完成。次はクロックワークに向かうようですが、さあ間もなく8レベにもなりますから気をつけていきたいですよね。さあ上からビビロイヤルダメージ出している。さあしっかりとジュールの猛攻も回避している。ダメージトレードは圧倒的有利なのはデトネーションゲーミング側だ。さあソーラーストームで少しダメージを返したような状態ですが、しかも回復しましたね。さあここはガーディアン GL が落とされた結果 1-0 効果になりそうか。さ
さあただデトネーション先ほどと状況一緒ですね。 HP 状況的にちょっと金鉱山やタレットに行くのは難しそうかなと。なかなか狙いづらいですよね。いやただバティストもブロックミスできてダメージが上がり始めましたね。さあここでミニオンをせき止めておいてタレットを狙うような動きになります。うーん、この動きはかなり嫌ですね。いや厄介ですね。さあエリアスミュート、なんとかタレットは守れました。現在8分の状態ですけれども、さあどうするか。ガイシアはスタンにはならず、しかしビビクイズは CC チェーンにはめることに成功。ブーツアウトを逃げられてしまう。さあお互いカウンターの応酬のようなね、試合展開になっていますけれども、キル差はなし6対6、お金差は若干ワッツアップグロ側がリードしている状況ですけれども、さあまずは怯えから怯えで引いてエリアスミュート捕まえてますね。さあここはロケットリープでフォローするような形。いや10のダメージ、いやとんでもないダメージが入りましたね。ここは一度下がってなんとかダメージを返していきたい。さあ一つ当たっているが、ここで再生の泉、とんでもない10のダメージ、さあとんでもないダメージですね。インフュージョンの力といったところか、かなりのダメージを与えてバーティストを落としていく。さらにヘリオテニス もらってしまった。素晴らしい。さあロケットリープに合わせてホーリーノバ打ちましたが、これはちょっと耐えられなそうですね。さあついにエースが生まれてしまいました。 3-0 のエースを獲得したのはワッツアップブロー。いや非常にいい形でこのジュール、そしてセレスのインフュージョンレベル8を使えましたよね。それが勝利の要因と言っていいでしょう。かなり圧倒していましたね。しかもエースなのでこれ金鉱山も取れるんじゃないでしょうか。満タンの金鉱山、これはちょっとスティール狙うのは難しそうですね。ミス必殺もないですね。あと20秒間ないとなるとちょっとスティールは無理でしょうね。さあここはバットモジョも届かない。さあ大量のゴールドボーナスを獲得したのはワッツアップブロー。ガーディアンジエルにある程度ダメージを与えますが、ここは無理はできません。さあそしてエリアスミュートのセレスは3手目が完成。クロックワーク、ここから、まあ、よりねヘリオジェネシスの圧力というものが強くなってくる時間帯、そしてエナジーの消費もあまり気にしなくてよくなってくる時間帯なので、ガン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 スキルを打って相手を威圧して、そしてダメージを与えることができる時間帯ですね。かなり前に出るのが難しくなってきます。ジュールのダメージというところも警戒しないといけませんからね。ジュールはヘビブレポですね。ヘビ仮面ブレポ、まあ、硬さも備えつつ火力も備えている非常に強力なビルドパス。さあガーディアンジエル、お2匹取った、2匹取りましたね。さあソウルプリズンでガーディアンジエルから溶かしていくような形ですけれども、ただトレントを買っているガーディアンジエルなのであまり意味がないですね。これ以上のダメージを与えられないか。さあクリスタルセントリーをやっているオビエはクルシブでブロック。さあ捕まえた、上にしっかり見ているビビロイヤル、キャッチされてしまう。さあこれはやられてしまいましたね。さあしかしブロックミスかなり溜まっている。バットモジョンのダメージ非常に大きい。8溜まってます。9溜まりましたね。中心に当たればとんでもないダメージになるが、さあしかしこの3人の前にタツキなんとか対抗できるか。ちょっとエナジーがきついですね、タツキバティストですね。まあ油断すると本当にCC チェインも狙わないといけません。さあサードタレットをこのまま破壊していきました。さあブーツ使って走って、いや走って追いかけてくる。さあ全力で走っていく。ガイシアとコア崩壊ずれたが、エリアスミュートをキャッチしているがどうだ。さあここでビビロイヤルが捕まえることに成功です。さあここで1キルはなんとか取り返しましたが、この後に何かつなげられるか。ファーストタレットを降りたいでしょう。まあでもタレット1本と1キルで3本目が折れるとなるならば、ブロスとしてはそんなに痛ではないですよね。いやーっと反射ブロックでなんとか耐えたガーディアンジエル。クルシブルがあってよかったですが、吐かされたと言っても過言ではないが、さあファーストタレットをなんとか折り返すことに成功したのはデトネーションゲーミング。さあお金差は、6K に差し掛かるかというような展開です。かなりのお金差になってしまっているので、セレスの育ちとケストレルの育ちがやっぱり違いますよね。そうですね、セレスは3手目ができ4手目に向かっている途中ですが、ケストレルは2手目ができて3手目の途中なので、コアアイテム丸々1個分違うと言っていいでしょうね。さあ現在12分ですが、かなり苦しい状況を強いられているのはデトネーションゲーミング。さあワッツアップブロは押しているときは押せ押せでクリスタルセントリーをやるという判断が多いですよね。そうですね、このスノーボールどん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 有利を大きくするためのセントリー、いい動きだと思います。非常にいい判断でクリスタルセントリーはこれで全滅です。
さあデトネーションとしてはジャングルに逃げ込んでの4対3という形はもう作れなくなりましたからね。さあロケットリープから入っていくがしっかり回避している。マスク Q バーサスビビロイヤル、いやー強い。さあソーラストームが届いている。さあこれはしっかりマスク Q 捕まえましたね。残ったバディスト、さあコア崩壊もらってしまった。これはどうしようもないでしょう。なんとか粘りますが、ここは 3-0 のエースを獲得していったのはワッツアップブロということになります。プロテクトキャリージュールいいですね。非常にいいピックになってると思いますし、いい動きができていると思いますですね。ランス以上の火力というものがありますから、もう単純にそのキャリーを一人で落とせるというような状況になっています。クイズに飛んでビビロイヤル発見するや否や猛ダッシュで行って、最後とどめしっかり刺しましたね。ダメ押しのソーラーストームでしたね。してもジュールが大暴れしてクイズを落とし、そしてタツキもしっかりとシャットアウト。素晴らしいですね。さあ結果的には金鉱山を取ったのみで終わったようなエースですけれども、いやただ依然お金差が、金差はかなりですね。 8K 差まではいかないですか、 7K 差くらいついてますか。やはりキャリーの育ちというところでね、かなりの差を感じます。さあ14分経過しようというタイミング、クラーケンを待たずしてです。エイリアス見ると4手目が出来上がりましたね。対してビビロイヤルは3手目ができたばかりです。さあこれは目立ったお金差になりましたが、さあ防具もないですからジュールに対してしっかり対応できないといけません。動きで対応しないといけないが、いやーすごいダメージ攻めてきました。ここはブースを使っている。さあビビロイヤル裏からダメージを出せるか。さあ今度はジュールはバーティストを狙っている。エリアスミュート3人で囲うような形だが、いやしかしとんでもない回復量。ダメ押しソーラーストームしっかり回復している。ビッグレッドボタンも十分なダメージを与えているが、あとしかし粘っている。いやホーリーノバがホーリーノバしっかりヒットしていたんですが、さあこれは面白い見合いになったが、なんとかビビロイヤル倒している。だがロケットリープもしっかり見つけている。ダブルキル。さあソウルプリズン引っかかっているが、さあこのシーシンチェインだが、バット文字が打てればまだまだチャンスがありましたが、マスク Q トリプルキル。さあ3人交換のエースを獲得していったらワッツアップブロということになりましたね。デトネーションも粘りましたが、やはりこのジュールが大きな壁となって立ちはだかりましたね。いやーやはりスキルの回転が早いのに、あのバースト力というところ、火力が高くなおかつクールダウンも早いので、さあこれでしっかり折り切っても余裕で逃走もできる。さあボースターレット折ることに成功して、ようやくクラーケンが湧いたというわけですから、もうあと一つの集団戦でエンドイットが見えてきたのはワッツアップブロです。そうですね、もうクラーケンでエンドイットも狙えるので、無理に集団戦を起こさないでクラーケンに行ってもいいと、非常に選択肢が広くなりましたよね。そうですね、なのでね、ちょっとデトネーションゲーミングとしてはまあいろいろな面に気を配りながら理想の集団戦をしていかないといけません。さあかなり苦しい状況です。さあこれは地雷で分かっていますが、いや相当、いやそして分かっているので始めましたね。ゴールしたタイミングを狙いましたね。非常にうまい判断。さあかなり、しかもレーンはプッシュした、プッシュウェーブを作っている。これは気づけるか、なんどうでしょうか。気づいてなさそうですね。いや気づいたと思いますが遅いですね。間に合わない。さあここのクラーケンを解放したのはワッツアップブロー。相当苦しい状態、早めに処理することを選んでいる。当たりに行くことを選んでますが、これ右回りなんですよねクラーケンが、なので早めの処理はちょっとできないですから、やるなら当たりに行くしかないが、さあかなりバーティスダメージをもらってしまっているが、なんとかバットモジュール返している。いい視察、エリアスミュートにヒット。さあブロスはこうやって追い込むだけで十分集団戦を起こさずとも、いやーセレスのダメージが大きいぞ。さあ OBA はしっかりブロック、エリオです、とんでもないダメージ。スリーマンホーリーノバだが、さあかなりダメージもあった。さあどうだ、しっかり一つも回避しているが、マスク級がやはり非常に硬い。さあまずはグレースを落として、いやダブルキル、ダブルキル、これはもうどうしようもないでしょう。バティスト一人では対応しきれないと思います。もうタツキを帰らせなければいいだけど、さあここは 3-0 のエースを決めて、見事2試合目はこの、ジャングルジュールという特別なピックでケストレルを見事に蹂躙しました。事態は3試合目にもつれ込みます。いや素晴らしい新たなプロテクトキャリー構成を見せてもらいましたね。ワッツアップブロー、ジュールを使って固くそして火力の出る、ウェポンジャングラーを使いましたね。非常にいい、ピックだったと思いますし、3戦目またどういったバウンドピックになるかが注目ですね。そうですね、いやかなりそのロケットリープの日